ソラカゼプレゼンツミュージックインターセクション、ソラカゼメンバーの皆さん、おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。永遠の校長代理、渡辺大地です。まずは1曲目、しっぽりとお聴きください。岩本久美さんで駒草紀行。あなた宛ての手紙、駅で書いています。さようならの後は何を書けばいい。好きでした、ただ一途に好きでした。ありがとうあなた、すべてだった人。なんてはダメ、迷っちゃダメ、もう二度と振り向かない。ふるさと行き八時の駒草で、懐かしい岩本久美さんで駒草紀行をお届けしています。なんか久しぶりの演歌いいですね。午前中から日本酒とか飲みたくなる雰囲気なんですけども、今日も暑いですよ、っていうか明日むちゃくちゃ暑いそうですね。さあ昨日まで、渡辺大地ルーツの旅をお届けしましたが、いかがだったでしょうか。計5回かな、長々とおしゃべりさせていただきました。なかなかね、自分の人生をこうやって振り返ることってないでしょ。日々生活してるといろんな発見がありました。お話ししたことはほとんど音楽に対することだったんですけども、これにこう例えば友情だったり恋愛だったり家族愛だったり、そういったもの、それからお金の話だったりとか夢の話だったりとかね、恨みつらみだったりとか、いろんなものが織り交ざってですね、人生っていうのができてるんだなっていうことを改めて感じました。エピソードによっては随分前のことなのについ最近に感じたりとか、ついこの間の話なのに、ああもうだいぶ前のことだなって思ったりとか、人間の時間軸っていうものとかも感情とか記憶によって随分曖昧だったりするんだなって、この曖昧なファジーな感じっていうのが人間に必要以上にストレスをためなかったりする作用があるのかななんてことをちょっと考えたりもしました。さあ今日は久しぶりにワンポイントレッスンをしていこうと思うんですけども、まあ一月ぐらいお休みでしょ、スクールが。今カラオケスナックなんかもお休みだったり、昼間の歌声喫茶もやってないし、カラオケボックスなんかもちろん閉まっているしね、歌を歌ってないなと、歌を忘れたカナリアさんがスクールにはたくさんいるんじゃないかと思うんですが、そういった方にこれからねリハビリの期間に入っていくわけですが、まあ、心づもりとそして準備体操ですね、こういうことをしておくといいですよっていうお話をできたらなと思っています。なかなかね家で思いっきり歌えるって方はスクールのメンバーの中でも少ないと思うんですよね。なのでちょっとしたことで声とか歌が、まあ、安定する方法なんかをお教えしたいと思います。さあまず自主練する前になんですけども、本当に一月近く声出してない方が多いと思います。なのでちょっと歌ってみてすごく劣化してると思います。声生ものなのでね、でうわーやっちゃったってショックを受けないでください。
これ僕もね、デビューする前とかしょっちゅうだったんですが、風邪で1週間歌わなかったとかね、いろいろあった時にこんなに歌って下手になっちゃうんだなって、まず下手になったって気づく耳が育ってるっていうことに感謝しましょうね。レッスンすることによって声だけじゃなくって皆さんの耳は本当に音楽に敏感になっております。そして客観的に自分の歌を判断できる、耳とかね、頭もね、育ってるわけですよ。ですから、あ、差がわかるということ一つ感謝ね。そしてもう一つはちょっと逆説論みたいな感じになっちゃいますけども、劣化したということはやっぱ成長してたわけですね。あ、やっぱりレッスン通って空風で歌を歌っていて、あんなに声が出てたんだとかですね、歌ってこう坂道のようにこうだんだん進歩していくので、途中から自分がどうやって登ったかっていうのを忘れちゃうんですけども、あ、確かに自分は今坂道の一番下に戻ってきたぞと、あんな上のところまで坂登ってたんだってことを確認できる、あ、無駄金じゃなかったぞという、確認のためにね、自分の劣化をプラスに考えてください。で、この一月ぐらいのね、劣化っていうのは、レッスンに通った日数にもよると思うんですけども、例えばもう1年とか2年通ってる方っていうのは、2回ぐらいレッスン来れば勘を取り戻します。で、まだ一月とか二月だよっていう方も、一度やってることなので、前ほどは時間かからずに戻ります。これはもう保証しますので、ご安心ください。さあ、じゃあ自宅で実際声出そうと思うと、なかなか環境的に難しいと思うので、あまり声を出さない方法をいくつかお教えしたいと思います。まず一つはお風呂場ですね。よくこれは通常レッスンでも話してるんですけども、お水を口に含んでゴロゴロゴロとうがいをするレッスン方法なんですが、通常レッスンでは高い音、低い音を出してみてくださいって言ってます。ゴロゴロゴロとかですね、ゴロゴロゴロっていう声を出しながら、うがいをすると、口の奥の方が開きますよとか、低い音、高い音の、声出す差が出ますよってことを言ってるんですが、今回は、長く同じ泡を出しましょう。ゴロ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 、ずっとですね、この同じ泡って言い方をしましたけども、同じリズム、同じゴロ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 じゃなくって、ゴロ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 っていう同じ長さで、しかも同じ高さというのかな、でやっていただきます。そうするとお口じゃなくってお腹ね、腹式呼吸、お腹の方は同じ力でずーっとキープして腹筋してるわけですよね。これはぜひ試してみてください。長ければ長い方がいいですね。思わずごっくんしても、水だから大丈夫でしょ。なのでなるべく長い時間で、椅子に座ってちょっと上向いてゴロ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 でもありですし、湯船に浸かってちょっと、斜め45度ぐらいに向いてゴロゴロゴロでもいいし、で最終的には立った状態でも結構ですね。のぼせない程度になるべく長く、高低差をつけたうがいもできればもちろんいいんですけども、結構声が出ますよね、特に高い音。なのでこの長くゴロゴロゴロっていうのはそんなに音出しません。ちょっと今水がないんですけども、本当にゴロ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 、このぐらいのイメージですね。長くやるとお腹腹筋に力がつきますというお話。さあ次です。お風呂から出ました、リラックスしてますね。これもよく話すことですが、寝る前にポイントとしては、眠気があったらダメです。お風呂入って温まってる状態、血流がいい状態で、横になりましょう、お布団にね。温かい状態、血が巡ってる状態っていうのが皆さんがいつも発声練習でやってることと、似たようなもんですよね。僕らはそれを声出すことによって、よく冬場でも汗かいたなんてね、ボイトレやるとおっしゃってましたが、そういう状況ですよ。温かい状態でね、横になります。そしてこれもまた大きな声じゃなくてもいいので、毎回同じ高さ、ね、スマホのアプリでもいいです。おすすめは女性の方の場合、そうですね、僕よりちょっとお姉さんの方は、み、
僕より同い年か下ぐらいの方はそ、男性の方もそで大丈夫だと思うんですけどもね、それを鍵盤ポーンと出してもらって、これもなるべく長くあーとかまーで結構です。長く伸ばします。ポイントとしては毎日同じ音を必ず出してくださいね。違う音ではなくって、適当な音ではなくって、この音だと決めたら同じ音を毎回ゆっくり深く吸って、お腹がぷくっと膨れてるのを分かったら、胸がアップダウンじゃダメですよ、お腹がぷくっと、そのためにはリラックスです。ですからお風呂上がりっていうのは、血流が良いっていうのも一つだし、くつろげてるっていうのもありますからおすすめですね。長く吸って長く吐く、慣れてきたら自分の中で、課題を決めて、今日は半音上げてみようとかね、一音上げてみようってことでいろいろトライしてみてください。物差しがない状態、レッスンでは物差しが毎回ありますからね、物差しがない状態で声を出すので、なるべく同じ音がおすすめです。さあ次です。皆さん歌を歌うとき、喋ってる状態と何が違うでしょうね。同じ日本語を使って歌を歌うときにリズムがあります。そしてメロディーがありますね。ですからこのリズムやメロディーを手の内にしてほしいから、僕はある程度歌った方には歌詞を見ないで歌ってみませんかっていう提案をします。それが一番自然な状態だし、心がこもって歌えますよっていうことなんですが、その逆をやってみましょう。なかなか歌が歌えない、歌詞があります、読んでみましょう。普段僕らが喋ってるのと違うことっていうのは文章を読む、ね、ことなんですよね。ですから歌詞をできれば自分がレッスンするその曲のカラオケを小さくバックミュージックでかけながらしっかり読んでください。僕らが普段喋ってる日本語っていうのはもう慣れてますから、口を開けようとか表情筋を使おうとかって思わなくっても、ちょっとムッとすれば怒った顔になるし、ちょっと楽しいことを話してれば笑顔になってるはずなんですね。でも歌詞を読むっていうね、なると皆さんきっと能面のような顔でボソボソとね、やってしまうと思います。そうではなくてしっかり朗読をするんですね。この前ラジオで僕が小説読みましたよね。ちょっと僕的には点数つけるなら30点ぐらい、もっと本当は自分上手なのにとか思いながら、あの時に僕がダメだったのはやっぱりリズムが早すぎた、早く読もうと思いすぎた。こうやって喋ってる時僕おしゃべりなんですよね、早口なんですよ。なんだけど読もうと思うと口が回らないの。これぜひ皆さん体験してほしいんだけども、早口で喋れるのに文章を読むっていうことになると同じ日本語でも全然口回らない、ほっぺたをいつものレッスンのようにちょっと上げてもらうだけで、ちょっと笑顔になるだけで、ちょっと首を上げて目線を正面に向けるだけで随分楽になるんですけどね。僕あの時結構な量読むんで下向いて喋ってたんですよね。本当にそこが原因だと思うんですけども、そんなこんなで朗読をしてください。これは正直はっきりと大きな声で、歌じゃないのでそんなに迷惑じゃないと思う。日中やる分にはしっかりと読んでください。何度も何度も読んでください。でその後カラオケをかけて鼻歌のように歌ってください。それで十分です、ね、1曲を2回に分けて練習する。メロディーを取る分には鼻歌で結構です。でも言葉をしっかり歌う、言葉をしっかり出す分には朗読をしてください。さあ今日3つほどレッスンをお伝えしましたが、ぜひともね、あと6日まで1週間弱ございます。ぜひぜひ頑張って自分で自主トレーニングしてみてください。今日はお話をしながら終わりかな。ぜひね、今日は暑いですけども、明日も暑いですけども、体調崩さないようにお過ごしください。それではまた明日お会いしましょう。お相手は渡辺大地でした。バイバイ。